Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, Inaba Motosiro et Asano Ryo de la confiserie japonaise Wagashi Asobi nous attendent à Nagahara, un quartier de Tokyo au charme rétro. Konnichiwa. Wagashi Asobi no Inaba desu. Wagashi Asobi no Asano Ryo desu. Nagahara e yōkoso. Kyou wa doko ni ikimasu ka? Kyou wa kore kara Nagahara ni aru Kotonoha という出版社と、あと Wagashi Asobi、僕たちがやってる和菓子屋さんをご案内します。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。しましょう。ことのは編集長のハリヤさんです。お邪魔してます。あ、よろしくお願いします。町の手帳っていう池上線のローカル文化誌で自分たちもご紹介いただいたりしてお世話になってます。まあ、この長原っていう駅っていうか町には池上線という3両編成の電車が走っていて、でそれはまあ自分もあの地元なんですけど、まあ、子供の頃から3両編成で、僕たち中学の先輩と後輩っていう、そうなんですよね、中学校、同じ中学校で仲間で、はい、それで何ていうんですかね、東京にはその結構長い電車が多いんですけど、まあ、すごくあのローカルな雰囲気があって、東京っていうところなのにどこかちょっと田舎の町のような雰囲気があって、あとその沿線に昔蒲田に松竹のキネマ撮影所っていうのがあって、そこで小津安二郎とかあのそういうあの映画監督が映画を制作してたりとか、そういう歴史をまあ紹介したりとか、そういう町の人たちのこう話とかね、はい、そういう人、そういうものを紹介する本を作ってます。一応ですね、あの和菓子遊びさんでもあの販売してるんですけど、あとはまあ居酒屋さんとか沿線の書店さんで手に入るのと、あとまあことのはってうちの会社のホームページからネットで通販することもできるっていう状態ですね。出版社としてこういうローカル誌も出してるんですけど、他にまああのですね、編集者としてあの出版社から依頼を受けて、まあこう秋元康さんとか、あの小山君堂さんとか、そういう方 の, あの仕事の哲学っていうんですかね、そういう本をまあ出版というか編集して、こちら和菓子遊びのアトリエになります。普段私たち和菓子遊びが作るお菓子は2品だけになります。ドライフルーツの羊羹というものと、ハーブの落雁というお菓子になります。ドライフルーツの羊羹は沖縄県の西表島というところの黒砂糖を使った黒糖の羊羹に、ラム酒で香り付けをしたドライのイチジクとイチゴとクルミが丸ごとゴロゴロっと入った羊羹で、赤ワインにもすごく、お酒にも合うお菓子です。一方ハーブの落雁はイチゴや柚子などの果物、ローズマリー、ハイビスカス、カモミールなどのハーブを使った、色素や香料を使わない、あの口どけのいいお砂糖のお菓子、この2品を作りしております。もともとはあのグリーンティー、抹茶と一緒に、抹茶を飲む前に食べるお菓子として発展してきたお菓子で、お砂糖の塊みたいなお菓子です。和菓子遊びというのは2人の職人が3年半ぐらい前からオープンしたお店で、それぞれ20年ぐらい古い老舗のお菓子屋さんで修行してきた和菓子職人2人で始めたお店です。仕事以外の時間に自分たちでお菓子を作って、友達のパーティーとかアーティストとコラボレートしたお菓子を作ったりしていたのが、っていうので和菓子遊びっていう活動をしていました。
でそれがずっと続いてきて独立して和菓子遊びというお店を始めました。去年はパリの方にも遊びに行ったことがあって、東京クレイジーかわいいパリっていう企画の中で旅するひよこというお菓子をフランスの皆さんと一緒に作って遊びました。で今日も後で一緒に作れたらいいなと思ってます。和菓子っていうのは日本のお菓子なんですけれども、ヨーロッパとかアメリカから入ってきたお菓子を洋菓子って言って、日本でずっと作られてきたものを和菓子と呼んでいます。主にこう小豆とかごま、きな粉、大豆とかもち米、お米ですね、粉を使って作られるものが主に原料としては多いです。じゃあ始めます。まずはお砂糖に上新粉といってお米の粉を入れます。これをよく混ぜます。 40g ずつです。でオレンジジュースが 48g、 よく混ぜます。メランジェビアン習いました。メランジェビアン、メランジェビアン。そしてちょっとね、1分30秒待ちます。日本人っていうのが桜の花が咲いても美しいし、散っても美しいし、季節の移ろいを楽しむことができる考えを持ってる日本人っていうのに、でそれをさらにお菓子にして食べてしまうっていうのが日本人の考え方っていうことで、和菓子っていうのがそういう季節感を食べてしまう。マラクセビアン。お水です。手のひらでコロコロっと転がして丸くします。ひよこの形にするのは3ステップでできます。で1つ目が頭を絞り出します。2つ目がお尻をつまみます。で3つ目がくちばしをつまみます。と出来上がりです。プサンひよこ、旅するひよこです。ピョ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 。はい、フランスの皆さんにお伝えしたい言葉は言霊です。言霊というのは、日本語で言葉に魂が宿っているということ、あの漢字で書きます。その名の通り、思いや夢をこう言葉にして発することで夢が叶ったり、思いが届いたり実現したりするようなことを意味しています。自分たちの思いを言葉に、思いを胸に留めている、秘めているだけではなくて、実際に言葉にすることでたくさんの夢を叶えています。お疲れ様でした。ありがとうございました。東京に遊びに来たらば、和菓子遊びにぜひ遊びに来てください。長原には楽しいお店や美味しいお店もいっぱいあります。皆さん待ってます。待ちしております。アビエント。バイバイ。またね。またね。失礼します。バイバーイ。